国民的スターとして名を馳せた大相撲力士、千代の富士。彼は第58代横綱であり、力士としては異例の筋肉質な体型は、多くのファンを魅了しました。しかし一方、そんな千代の富士には数々の黒い疑惑があります。その疑惑とは、現役時代に行ったという数々の八百長行為、そして、彼自身の性格の悪さが引き起こした、協会役員との修復不能な関係です。1989年には大相撲力士として、初の国民栄誉賞を受賞した千代の富士ですが、現役、引退後と、実際に彼のそばにいた人物からは、半ば呆れた表情で語るものも少なくありません。そこで今回の動画では、昭和最後の大横綱、千代の富士の、八百長疑惑や協会役員との険悪な関係性などについて、分かりやすくまとめてご紹介させていただきます。千代の富士の黒い噂。相撲ファンの間では、千代の富士に八百長疑惑があることは、周知の事実でしょう。なお、八百長という言葉は、相撲用語として一般的になった言葉であり、具体的には、事前に打ち合わせた通りに勝敗をつける行為を指します。そしてこの行為は、結果を楽しみに観戦している相撲ファンに対する、最大の侮辱行為であると言われていますが、残念ながら大相撲の世界では、ごく一般的に行われているものと言われています。そして、千代の富士の八百長については、元小結の板井元関脇で YouTuber の高藤力などが、実態の証言をしています。そして、彼が行った八百長の手口とは、稽古場で一緒になった際に、相手力士に対して、怪我をしたくなかったらどうすればよいか分かってるな。お前のために言っているんだぞ。など、自分の力が強すぎるから無理をするんじゃないぞ、といった論調で、相手に力を出させず、十分な相撲をさせないよう促したといいます。また、当時は現在のように SNS がなかったため、稽古場の情報が表に出ることはなく、巡業や出稽古などの場で、翌場所以降対戦予定のある力士に対して、注射、ちゃんと打っておけよ。と、八百長の隠語でもある、注射、という言葉で、相手に八百長行為を強要をしていたと証言されています。千代の富士の孤独な戦い。千代の富士は、現役中のあからさまで横柄な八百長行為によって、引退後の協会内では、先輩親方から、半ばいじめのような扱いを受け、孤独な状態を過ごすことになってしまいました。しかし、これも元はといえば、現役時代の彼の強気な姿勢と気難しさが、そういった状況を生んだ大きな要因とも言えます。具体的には、彼は自分のことを、大将、と呼ばせるなど、完全に王様気取りだったといい、酔った際には高圧的な態度で、他の力士たちを扱うなどした結果、後輩はおろか、先輩たちすらも、近づきがたい存在となっていってしまいます。相撲界の世界では、通常番付の上位の力士の言うことは絶対と言われていますが、千代の富士に至っては、長く横綱を務めていたことによって、その感覚が当然のものとなり、引退後も、協会内でその態度を変えることが難しかったとも考えられます。その結果、現役を引退しても呼び名を、大将、から変更することはなく、新米親方にもかかわらず、偉そうな態度を見せたことで、協会役員からは冷たい目で見られるようになっていったのです。そしてその結果として、彼は理事選挙に立候補する機会を逸することにもつながりました。千代の富士が最初に、協会の理事になったのは、引退から16年後の2008年のことでした。これは、彼の部屋が評議員の少ない高砂一門であったこと、そして、一門外から来た戸様であったことを差し引いても、かなりの時間を要したと言えます。さらに、この際には、朝青龍の暴行問題が明らかになった時で、当時の理事であった高砂親方が責任を取って、理事から降格したことによって得たチャンスでした。しかしここでも、協会内での嫌がらせは続き、担当としてドーピング委員長を命ぜられます。これは、関係者の中では八百長で有名だった千代の富士に対して、明らかな当てつけとも見られ、協会内での信用が得られていないことの一端とも言えます。理事選での屈辱的敗北。千代の富士は、さらに多くの挫折を経験しています。中でも最も屈辱的だったのが、2012年と2014年の理事選挙だと言われています。2012年には、改選による理事選が行われましたが、千代の富士は最下位当選でした。さらにこの際には、元横綱の北の湖と貴乃花について、尽力したという情けで、事実上のナンバー2である事業部長に就任したのです。これには、多くの関係者が、
千代の富士ももう落ちたな。北の海はまだしも、後輩の貴乃花に媚びを売るなんて。など、なりふり構わず権力にしがみつく姿を、ある意味幻滅するような意見が聞かれました。そして、2014年の改選では、その貴乃花が理事選に突如参加したことで、この選挙では、自身の票を入れてたったの5票しか入りませんでした。この結果、立候補した親方の中で、千代の富士だけが落選してしまったのです。前回、後輩のために尽力し、重要ポストをもらったのにもかかわらず、その後輩によって理事の席を奪われてしまったのですから、大正気取りの彼にとっては大変恥ずかしい出来事だったといい、当時を知る関係者も、あの時の千代の富士は借りてきた猫のようだった、恥ずかしくてほとんど人前に出ていなかったと言われるなど、相当にプライドが傷ついたと見られています。その上、この時の選挙で高砂一門から当選したのは、現役時代に同部屋で弟弟子だった北東海の八角親方でした。そして結果的に新しい職務分担では委員に降格される左遷対応をされています。千代の富士の最後の戦い。千代の富士の最後の戦いは、自身の病でもある癌との戦いでした。彼は闘病生活の中で、周囲に対してはいつもと変わらぬ強さと決意を見せ続け、自身の弱い姿を一切見せることはありませんでした。理事選で落選した翌年の2015年6月、定期検診で膵臓がんが発見されたものの、翌7月場所を内臓疾患との理由で全休し、続く9月場所には通常通り職員として業務に参加しています。周囲には一切病気のことは語らず過ごした千代の富士ですが、結局翌年の2016年には、癌外や肺などに転移していることが明らかになり、3月に入ると筋骨隆々だった体は大きく痩せ細り、周囲からも心配されるようになります。そして一切弱音を吐かなかった千代の富士も、ついに稽古場で、きついよ、本当にきついなと机に伏しながら体調のきつさを嘆くようになっていったといいます。これに対しては周囲の人からも、あんな言葉を吐いたのは初めてだったと驚きの声が聞かれました。そしてその4ヶ月後、病室で家族に看取られながら61歳の若さでこの世を去ったのです。この一件に世間は大きな驚きを隠せず、ニュースでも大きく取り上げられましたが、実際の葬儀は生前の教会役員との確執が明らかになる場面もありました。それは葬儀の参列席に当時の理事長であり弟弟子でもあった八角理事長の席が用意されているだけで、他の役員は立ち席での参加だったのです。そして一方、教会関係者からは喧嘩は一切届いておらず、最後まで千代の富士と教会関係者の溝が埋まらなかったことが明るみになっています。千代の富士の人生が相撲ファンに与えた影響は計り知れないものがあります。しかしその裏では、受け入れがたい性格部分や組織内で働くことのできない人間性が問題視され続けていました。それでも土俵の上で戦い続けた千代の富士の姿は、今でも多くのファンの希望でもあり、力士としての魅力は疑う人はいないとも言えるでしょう。彼自身は教会の中で第二の千代の富士を誕生させることはできませんでした。彼の一番弟子でもある千代大会をはじめ、多くの後輩力士たちが彼を教訓とし、今後の相撲界に新たなスターを誕生させてくれることを期待せずにはいられません。